さりげないのに品がある、気配り美人の基本。西出広子。歓喜出版。はじめに。今よりも素敵に。今よりも輝きたい。今よりも幸せになりたい。そんなあなたに、ワンランク上の真心マナーをお伝えしたら。 今よりももっと素敵になる。今よりももっと輝く。今よりももっと幸せになる。そんなあなたにアップデートされます。誰にでも悩みやコンプレックスはあるでしょう。私も物心ついた頃から自分の容姿やしたったらずで早口など多くのコンプレックスを持ち、その上家族のことや仕事、恋愛などの悩みが尽きない10代。 20代、30代、40代を過ごしました。そして50代の今は、それらの悩みから解放され、日々、幸せを感じながら生きています。年齢を重ねるごとに、幸せをより感じられるようになったのは、完璧でなくてもいいから、自分のことよりも、ほんの少しだけ相手を思う気持ち、心を持とうと思えるようになったから、そこから、 私の人生はどんどん好転していきました。相手のことを心に思う。これは目には見えないことではありますが、目に見えないこと、耳から聞こえないこと、そういう内面に秘めたものを私は大切に思います。表に出さない、見えない思いだからこそ、それを人はさりげないと感じます。そして、品性というものは、 形ではなく目には見えない心からなるもの。気遣いは気を使うことですからどこかに無理が生じて疲れやストレスを伴うことがありますが気配りは自身の気持ちを自ら相手に配ることですからそこに無理やストレスは伴いません。だからこそ人はそれを美しいと感じるわけです。本書は 私が日々行っている、相手の立場に立って、相手様にとってプラスになるであろうことを考えたり、イメージしたりすることを、様々なシーン別に、真心マナーとしてお伝えいたしております。マナーとは、相手の立場に立つ、相手様をハッピーにし、そして自身もハッピーになるという、お互いの幸せのためにあります。ですから、 マナーはルールでも規則でもない。ましてや自分を素敵に見せるためのものでもありません。自身のことを素敵かどうか決めるのは相手。だから相手目線の言動は大事なのですね。私は互いのハッピーを生むマナーの専門家として相手のことを愛する手、相手、すなわち愛を持って接することを第一にいたしております。 本書があなたのお役に立てますことを心より願いつつ一緒に聞き進めてまいりましょう。第一章日常の仕草基本の立ち姿最低限押さえておきたい振る舞い両足のかかととかかとをつけて つま先を30度開き、背筋を伸ばして立つ。ワンランク上の気配り美人の振る舞い。つま先もかかともつけて、大腿骨を内側に締め、頭から腰をまっすぐに立つ。両手の指先も揃えましょう。両足のかかととかかとをつけて、すっと背筋を伸ばして立つというのは、できている人も多いでしょう。ただ 女性らしさを感じさせるには、つま先を閉じることがポイントです。確かにつま先を開いている方が立っている時の安定感は出ます。つま先を閉じていると安定感を取りにくく、特にヒールを履いているとふらつくかもしれません。しかし、そこにあえてチャレンジすることで足の筋肉強化にもなり、女性性の意識アップにつながります。 常につま先をつけて、大腿骨を内側に寄せる。お尻の穴を閉めることを意識し、実践すると、美しく立てるようになります。また普通、男性はつま先を開いて立ちます。ですからその逆で、女性は閉じている方が女性らしさを表現できますね。つま先をつけると横脚になるので、そうならないように大腿骨を閉め、 ふくらはぎも内側に寄せる感覚で立つと足がまっすぐに見えて美脚になりますまとめつま先かかと指先の3点セットは美しく揃える立って待っている時 最低限を抑えておきたい振る舞い。身だしなみと姿勢を正し、両足をきちんとつけて待つ。ワンランク上の気配り美人の振る舞い。バッグの中の携帯電話やスマホに意識を向け、微笑みの表情で凛と立って待つ。相手から遅れるなどの連絡が入るかもしれないので、携帯電話や スマホの連絡を見逃さないように。待っている最中にゲームや他の人とのチャットなどはしません。待ち合わせをしている時は、その相手と会えるかどうか、待ち合わせ場所はここでよかったのかな、などと不安になりますね。でも、その不安な気持ちを顔に表して待っていると、それを遠くから相手が見ていたら、 待たせて悪いな、とか、今日会えるのに嬉しそうじゃないな、など、あらぬ誤解をされて、マイナスな気持ちで対面することになるかもしれません。また、知らぬ間に、職場の人や、知人が、あなたの様子を偶然見ていることも、実際にある話です。自宅から一歩外に出たら、いつどこで、誰が見ているかわかりませんから、 常に平常心の微笑みをキープして待ちましょう。待っている時は立っているあなたが目印となるよう落ち着いた態度と美しい姿勢で相手を引き寄せましょう。立ち姿はつま先とかかとをきれいに揃えて指先も揃えバッグのハンドルを両手で前に持っているとエレガント。日本の女性はビジネスシーンでも バックを肩にかける傾向がありますが、欧米の女性はショルダー型はあまり持ちません。まとめ。待ち人に気持ちを集中させて、相手を引き寄せる。歩くとき。最低限抑えておきたい振る舞い。 背筋を伸ばし、前かがみにならないように、かかとから着地して歩く。ワンランク上の気配り美人の振る舞い。ヒールの高さに応じて、かかとから着地と、つま先とかかとを同時に着地を使い分ける。イギリスでは、発音と歩き方で、その人の育ちがわかると言われているほど、美しい人の条件として、 歩き方が重視されています。一般的に、モデルでもない限り、歩き方のレッスンを受ける機会は少ないように思います。しかし、歩き方も TPPPO、タイム、時、プレイス、場所、パーソン、人、ポジション、立場、オケージョン、場合に応じて変えるのが、 美しい大人の女性の条件の一つです。多くの人は足を前に出すことだけに気を配りますが、ポイントは腰にあります。片方の足を前に出して、着地する足の上に腰と上半身を乗せることを意識します。足だけを前に出すのではなく、腰と上半身も足と一緒に前進させていくことがコツです。そうすると、 自然と胸が張り、背筋も伸びるはず。着地の仕方は、スニーカーや3センチくらいのローヒールの場合は、かかとから。7センチ以上のハイヒールの場合は、つま先とかかとを同時に着地させます。また、女性は足を移動させるときに、膝と膝をすり合わせるように動かすと、エレガントに見えます。 まとめ。美しい女性はヒールの高さに応じて歩き方を変える。